ストライクドッキング、こんにちは、みやもです。松田です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ってことで新種50が来たのでやっていきましょう。今回はグリフォンが追加されました。はい、グリフォンなんですけど、効果が画面上の敵の受けるダメージが5ターンの間 10% 増えるっていう感じなんですけど、これまあデバフと捉えてもらって大丈夫だと思います。5ターンの間、まあ、10% 敵へのダメージが増えるので、なんだろう、ワンパン足りてないなとか、ワンパンギャル使ってて、はい、あとはこいつミリ残ししちゃう雑魚敵いるなっていう時になんか使うと便利かも。で、条件が、合計で5000万のダメージを出すってなってるんですけど、これ高難易度だったら結構簡単に出せます。はい、なのでなんか直殴り倍率かかってるところや、まあ属性効果倍率めちゃくちゃ、まあ強烈とかね、はい、長距離力とかだったら比較的簡単に出せるかなってやってて思いました。僕ちょっとレベル10にしてきたんで、ちょっと映像も流したいと思います。お願いします。はい、訓練所のシュリンガーランなんですけども、すごい溜まるんですよ。やっぱりあの効果が属性効果超絶アップじゃないけど、はい、これで全部の合計を取るので、ほらめちゃくちゃ溜まるのよ。9割いったね。そう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 、だからかなり簡単ですよね、これ発動が。はい、もうこれで溜まるかな。おお、だから難しいところではね、このグリフォン使うの結構選択肢としてあるかもなって今後思います。で、試しに打ってみて、まあどういう風にかかるかなみたいな。はい、まあ、こんな感じで敵全体に打った瞬間にかかる。で、蘇生したやつにはまあかかってないよ、倒しちゃったらみたいな感じですね。まあ、なので、まあ、そこら辺は気をつけながら使っていきたいなって感じ。まあ、あとこのまま抜けたらどうなるのかなみたいな。まあ、5ターンなんで次のステージでも続くかなと思って、俺はなんか思ってたんですけど、発表された当時は。まあこれ敵になんかボーンってデバフかかる感じなので、存在してるやつに。なのでまあ継続とかもなかったですね。はい、続いてグリフォンのステージなんですけど、まずは究極から。ギミックがそのヘルヘムで出てきた剣、盾が湧くパネル、そしてニードルパネルに、まあ、ブロック、メインがワープと、地雷になっております。で、剣倍率が10倍かかってるので、基本的には剣を取って殴る&、まあ、友情を出すみたいな立ち回りがいいかな。で、今回の編成なんですけど、パンデモニウム結構良かったです。なのでパンデモニウムを編成していくパーティーだったら、結構楽に僕はクリアできました。まあ、パンデモニウムじゃなくてもね、アンフェアとかそこら辺を連れてっても、楽でした。で、ガチャ弁は今ソロも入れてるんですけど、別にここ、まあ、ソロも強かったんですけど、運枠でいいかも。運枠増やしてあげた方がかけら集めやすいと個人的には思いました。はい、まあ、でも、まあ、ソロでやる人とかはね、なんかソロもとか感じにしていくと楽なんじゃないかなと思います。はい、このアジェパンデモニウムはしっかり剣持った状態であれば、友情もしっかりボスにダメージ入りますし、めちゃくちゃ強いなと思いました。即必殺とかつけてね、パンデモニウム2セース打ちながら、そのアタチボムでワンパンツーのもあるんじゃないかなとか思ったり、ちょっと速殺つけてないんで試してないんですけど、はい、そういった立ち回りもあるかもしれません。はい、続いてはグリフォンの超絶なんですけど、ここのギミックが、ダメージオールブロックがびっくりマーク、そして、貫通封じが出てくる。なので基本的には反射キャラを編成していってください。で、ダメージオールものすごく痛いんですけど、ここもなんか究極と一緒でシールドが湧くので、シールドを取ったら別にダメージオールそんなに怖くないよっていう感じなので、今回の編成アリアとかジャック・ザ・リッパーは、ダメージオールを持っていないので、基本的にダメージオールが貼られたら、まあシールドを取って暴れるみたいな感じがいいかなと思います。はい、で、普通にダメオブロック対応してるやつだとね、正直なんかパワー足りないかなと思って今回ダメをなしでやってる。これがシンプルにその友情も殴り火力も強かったんで、個人的にはおすすめで、この価値がそのボスと HP 共有をしているので、価値を殴れるときは価値、ボスを殴れるときはボスみたいな、なんかポジションによってね、分けていただけたらなと思います。で、剣を持ってる状態だったら、もうアリアもジャック・ザ・リッパーも究極と一緒でめちゃくちゃ友情も強いです。はい、まあこんな感じで、まあ、価値を今狙えそうだったんでやったんですけど外しました。で、ここね、ダメージオールとこ貼られちゃったら、まあ、今回火力でご利用せると思ったんで先に剣いったんですけど、
まあ無難に行きたいんだったらシールドを取ってから暴れるっつうのがいいかな。それでだいぶ死亡リスクを減らせると思います。でジャック・ザ・リッパー、ジャック・ザ・リッパーはね最後に設定を取ろうと思ってやります。で、ここはまずダメージを取られてないんで剣を優先して取って暴れたって感じ。ね、ジャック・ザ・リッパーとかもやっぱ超マイスイパー EL なんで、その地雷を持って殴れるんでめちゃくちゃ強い。で友情も強いと。結構スムーズでしょ今回の超絶。そうね、うん、その代わりなんかダメージボールあるんでちょっとそこだけ気をつけた方がいいかもね。まあ、ちょっと分かってないとすぐ死んじゃうよ。分かってないとすぐ、ちょっと気をつけてないとちょっと死んじゃうかもしれない。まあ無難になんかあんまり考えないでやりたいよって方はそのダメをブロックしっかり対応したやつ、まあ、特にダメをかな、そこ対応したやつ連れていけば無難にいけるんじゃないかなと思います。なんかワンパンとかもね試そうと思ったんですけど、やっぱり超絶硬いですね。ジャックの2段階目打っても、あ今打つんですけど、まあ、剣持って地雷持ってる感じですよね。これでもほら硬いでしょ。そう剣10倍入ってこれだから、はい、まあ、ワンパンは今回難しいのかなとか思ったり。はい、っていうことで、究極と超絶見てったわけなんですけど、とりあえず超絶触れていこうかなと思います。究極に関しては結構その貫通のまあここら辺のなんか光属性の共有状を並べていけば、うん、かなり楽勝だと思うんで、特に超絶の方を触れていくんですけど、超絶の方を無難にやるんだったら強かったのこいつ、金目窓かの、反射の方、まあ、スピードアップもその役に立ちますし、友情もそこそこ強いし、はい、ゼニミック対応だし、まあ、窓かは普通にやるんだったら強かったです。ガチャゲンね、はい、まあ、あとはリラも良かったですね。やっぱりファーストキラーでの殴りが強かった。でゼニミック対応で友情もそこそこ強い、はい、超絶プラズマの方ですね、これが良かったかなと思います。はい、まあ、ガチャ連のおすすめはそんな感じ。しっかり対応した運枠だとこの辺になってきちゃうんですよね。だからラルダメンテとか作ってる人はいいかもね。うん、こいつ連れてくのいいと思います。ただただやっぱりアリアと比べちゃうと火力が劣るんで、ちょっとなんかさっきのパーティーよりはクリアタイム遅くなるかも。その代わり無難、絶対しかないと思う。はい、あとは、最近のなんだっけ、タイバニー、そうタイバニーコラボのね超究極で来てた不安&無断、こいつもね全ギミック対応ですし、カウンターキラー持ってるからね役に立つんじゃないかなと思います。友情もそこそこ強いよね、超絶貫通拡散弾持ってるんで、はい、まあ、あとは控え作ってればフォーツァク、はい、フォーツァクさんもバイタルキラー、はい、で運極しっかり作ってればまあね超アンチダメージオールも発動するのでいいかなと思います。はい、ということで今回グリフォンやってきました。まあ守護獣スキル的には結構役に立つ場面あるかもって思って僕はレベル10にしちゃいました。はい、まあ必ずしもする必要はないとは思うんで、はい、もしそのかけら集めやるめっちゃやってるよって方は、余裕ある方はグリフォン上げてみてもいいかも。でまあ今回周回も簡単なんで、比較的壮絶とかもそんなに癖ないし、はい、究極なんていつも通り回りやすいんで、まあ、ぜひ回ってみてください。かけら全然落ちんけど、はい、ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね。